はい、じゃあ IQ ダンジョンやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、実はだいぶ終わりましたね。だいぶ終わりましたっていうか、はい、最新のステージまで終わっちゃいました。で、まあこのゲーム、まあこういう冒険の装備を整えよう、最初はこういうのですね。でコインがここに隠されてて、これでクリアみたいな。女の子を助けろで、助けてって叫ぶんで、この助けてをこっちに持ってくると何これっていう感じですね。でこういう感じで、かなりそうですね、まあひねった問題が多いんですけども、まあ全部クリアしたので、あと残ってるのがこれですね。戦術の研究っていうのは終わったんですけども、うん、あれこれどうやってクリアしたっけ。例えばこれだと上下左右の敵を攻撃してくれますよっていうのを、2ですね、2ダメージ与えますよみたいな。これうん、これうん、これクリアしたけど、どうやってクリアしたかな、ちょっと忘れてた。まあいいや、戻って、で、はい、これですね、ウォーターソート、ウォーターソートをやっていきます。ウォーターソートすごく苦手です。すごい苦手ですね。ウォーターソート脳がないですね。けどなんか好きです、ウォーターソート。例えばまあこれはこう、あ、ダメですか、あ、ごめんなさい、これ緑かな、緑緑、うーん、まあ、うん、まあピンクね、で黄色、緑、黄色、あれこれ、あ、ん、あ、ん、いける、まだいける、まだいける、まだいけますか、まだいけますか、いけてる、大丈夫、あ、い、ん、あ、ダメでした。あー難しいね。とこのように苦手なんですよ。あ、これこうじゃない、こういって、こういっといて、一旦こういっといて、こういっといて、こういってみるか。オレンジ流す、紫行く、でオレンジ行く、あ、いいんじゃない、いや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 、いいんじゃない、で黄色行く、ピンク、はいオレンジ、はいピンク、はい緑行って、黄色行って、いけた、いけました。とこのようになんとかクリアはできるんですけども、あんまり得意じゃないです、ウォーターソート。けどなんか好き、ウォーターソート、なんか好き、このゲームなんか好き、うーん、なんか好きなんですよね。あんまり得意じゃないんですけど、これはピンク行きたいよね、ピンク行きたいよね、ピンク行って緑、あ、このピンクあるか、この、え、このピンクいって、青、緑、あ、ん？あ、これいけるか？これいける。これはいける。白でしょ？あ、これピンクいけるんじゃない？ピンクいった、あ、いったんじゃない？で、これ白いく。あー、なるほど。水色いって、いける？黄緑行って、あ、ダメでした。マジか、あ、マジか、どこでやらかしてる、ここか、ここでやらかしてるか、ここで、ここでこういったらいいんじゃない、こういったらいけるんじゃない、こう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 、ほらこう、ほらこう、はい、いけた。クリアできるんですけども、正直なんとなくクリアしてます。
理屈が分かってない。なんかありそう。なんかありそうなんですけど、こう言ってこう言ってこう行くとこうでしょみたいな。それがあんまり分かんないんですよね。なんとなくグリグリしてたらクリアしてます。難しいっすよね、こう出そうと。普通に、でも普通に好き。このゲームこのゲーム考えた人誰？このゲーム好き。何なんでしょう。あ、ダメでした。黄色行きたいけどな。こっちっていうか紫行って、水色行くでしょ、紫行くでしょ、黄色、黄色、あー水色行くか。水色行ったら青行ける、あ黄色行ける、あ紫行ける。で水色行って、だいだい水色、だいだい行けた、行けました。なんでかわからんけど、いけます。なんとなくクリアできる。グリグリしてたらなんとなくクリアできる。けど、こうやったら、はい、はい、こうやったらクリアでしょっていう、その理屈がよくわかんないんですよね。ただ、なんとなくクリアはできる。そしてこのゲーム好き。なんでしょう。誰？このゲーム考えた人、マジで。目の前に。出てきてほしい。抱きしめてやるよ。で、あ、これ行くと、これ行くとまずいってのはわかる。これ行くと、これが入らないから、こうですよね。で、こう行って、多分こう行って、あ、ダメだ。こう行ったらダメね。ダメですね。っていうこと、あ、っていうこと、これ一回開ける。でしょ。でこの水色逃がす、あでオレンジ、緑、はい、水色いって黄色いって、はい黄緑いってクリア。はい、なんとなくはクリアできるんですよね。ただウォーターソート脳があんまり備わってないです。やりながら、やりながらこういったら、こう、例えばこういったら、こう、え、こういったら、ダメです。そう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 、そういうことね。次に動かせる水を、見ていかなきゃいけないんですよね。これはいけるね。一応これはいける。ただでも多分これじゃないよね。これじゃないよね。これじゃないか。こう、まあこれはいける。これはいける。ちょっと待って。あ、これはいける。で、これいけるでしょ？これいって、これいって、これいって、で、これいける？これいって、こういく？こういっちゃう？こういっちゃう？これ、こういっちゃうとダメか。あ、いけるか？あ、いけるか？いけ、え？いけますか？いけますか？これ、水色逃がす。水色逃がす。緑逃がす。黄色、はい、あ、違う、紫いって、黄色いって、紫いって、クリアー。はーい。なんとかクリアはできるんですよね。苦手なりに。ぐりぐりやってると、なんとなくいける。ただ、行き当たりばったりになっちゃう、どうしても。で、こう行きたい。どうしてもこう行きたい。どうしてもこう行きたかったから、こう行っちゃった。こう行っちゃった。こう行っちゃうと、こう行っちゃうと、こうなって、こうなって、こう行って、こう行って、こうか？で、こうか？で、こう行くよね。じゃあ、こう行って、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 はい、クリアー。すごい、得意かもしれない。このゲーム得意かもしれない。そして好きかもしれない。ウォーターソース好きかもしれない。こうでしょ。で、まあこうの、これどっちかよね。これがどっちに行くかよね。こう行って、こう行って、あー、いや、うーん、こういった方が良さそうな気はする。こうこうこう、あ、行った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 。行ったね。あ、行ったね。はい、行きました。クリアです。得意かもしれない。このゲーム。
さあこれかこれか紫いくか、あこれでも簡単なんじゃない、どっち行ってもいけんじゃない、こう、あ違う違う違う、えこうこうこう、これ簡単でしょ、これは簡単でしょ、これは簡単でした、超簡単でした、はい行けました、得意かもしれないウォーターソート、超得意かもしれない、待ってよ、あのこれは白行きたいよね、これは人情としてやっぱりまず白行きたい、人情としてね、で黄緑開けるとダメ、黄緑はダメ、まあ、こう行くよね、でこう行くかこう行くかでしょ、黄色を開けるか緑を開けるか、あーなるほどね、あーなるほどね、緑開けてみるか、こういってこういって、はいダメでした、あー苦手かもしれない、やっぱり苦手かもしれないけど好き、なんなんでしょうね、こうでしょ、行ったんじゃないダメか、ダメですか、行ったか、行ってないね、あダメですね、行ってねえや、っていうことあこれこう行ってこうじゃない、こう、こう、あ、ダメでした。じゃあ、じゃあ、あれどこまで戻ったっけ、小戻りすぎか。これかこうか、違うよ。こういって、あ、こうかもしかして、こう。あこう、もうダメね、これダメね、あいけるか、あいけるか、あいけるのか、あいけない、ちょっと待ってよ、あじゃあこうか、こう違う、あ違うの、いや苦手なんですよね実はね、こう言ってみる、こう言ってみるね、ねこう言ってみる、こう言ってさ、こう言ってさ、こう言ってさ、こう言って、ダメかもしれない、あ、こう、こう、あれ、これいける、あれ、これいける、あ、いけました、あ、なんかいけました、いけちゃった、そう、グリグリやってるとなんとなくクリアしちゃうんですよね、あんまり得意じゃないです本当に、マジでウォーターソートの、ただなんとなくクリアできちゃう。これこう行きたい。これはこう行って、こう行くでしょ?で、こう、あーまずいか?これはまずい展開か?こう行くでしょ?で、こう、あー、こう、え、こう、こう、あ、こう、行けた?はい、いけました。知ってた。分かってた。もう、この最初の画面でもう見えた。ルートがもう見えた。嘘です。見えないんです。全然分かんないのね。ここは緑行きたいな。ここは緑行きたいな。ここは緑行きたい。まずね。まず緑行きの、まず緑行きの、でこの青を動かしたいから、あーむずいね、ああこう黄色いってピンクいって青いくと黄色はいけるもんね、あで青いってピンクいって緑完成でしょ、で白を開けて白いダメですね、はあ、はあ、
あ、じゃあ、まあ、じゃあこうか。じゃあこの方がいいか。こういってこう、こういってこういって、あ、いけた、いけました。楽勝でしたね。得意かもしれない、ウォーターソート。すごく得意かもしれない。すごく楽勝で得意かもしれない。いや、でもこの紫が気になるよね。こうなるよね。あれ、いや、こう開け、こう開けて、こう一旦こう開けて、白いくでしょ。で、水色が開く。あー、ちょっと待って、こっち行ってみるか。で、こっち行ってみて、こうなるよね。こうな、こうなるよね。いやー、ダメじゃん。ダメじゃん。何？ダメじゃん。これで、ポニョーン。むずい。いや、簡単ですけど。はい、簡単ですけど。やっぱ白か。白、ちょっと一旦白いく。一旦白いく。で、こういく。こういくでしょ？こういくでしょ？で、紫開けて、黄色を3つにする。ダメだ。ダメだ。この青、ちょっと試しにやってみるか。こういって、こういって、こういって、ダメでした。はい、ダメでした。いや、どうする？じゃあどうする？これ行かれへんもんね。これ行くとこれで、ポヨン。でもね。いやー。紫行ってみて、黄色行くでしょ？で、紫開ける。これ黄色行くでしょ？ごめんなさい。マジで？嘘だね。じゃあ、こう、一旦こうして、一旦こうしてみて、白でしょ？白行くでしょ？白行ってみるでしょ？白行ってみーの、白行ってみーの。で、緑の、あ、違う、緑の。で、こう行ってみるか。あー、一緒か。ダメか。もやもやもん？あ、これでこう、これ白いけるじゃん。いけんじゃん。いける口じゃん。いけんじゃん。なに。いけんじゃん。あ、で、これ一旦開けてさ、こう行く？で、こう行っちゃいいの。こう行っちゃいいの。こうじゃないの。ほら、いや、いけました。簡単でしたね。なんか、いけるんですよね。ぐりぐりやってると、ぐちゃぐちゃやってると、なんかいけちゃう。好き、このゲーム。このゲーム、好き。あ、もうこれこうでいいんじゃないの？こうでしょ？で、こういきーの、こういきーの、こういきーの、ごめんなさい。いけない。こうか？あ、こうか。こう。ダメだ。あ、こうか。こう。こうでしょ？はい、こうでしょ？はい、こうです。いけました。あー、やっぱ得意かもしんない。ウォーターソート。これもこうでしょ。これもこんなもんこうでしょ。こんなもん、これこんなもんこうでしょ。で、こんなもんこう。で、こんなもんはこう。こんなもんはこう。こんなもんはこういきーの。こういきーの。こういきーの。あー、マジで得意かもしんない、ウォーターソート。あ、来
鍛えられてきてるかもしれない。ウォーターソートの方がめちゃくそ得意かもしれないこのゲーム。そしてこのゲームめちゃくそ好きかもしれない。あーいったね、気持ちいい気持ちいい、簡単に解けると気持ちいい、気持ちがいいです。あーなるほどね、なるほどね、これは人情としてはやっぱこう行きたいのよ、こう言ってあげたいのよね。伝わりますかこの人情、人情論、人情論ですよ。ウォーターソートは人情です、人情でできています。人情、あダメだ、だあダメだ、なんだダメだ、これをこう言ってこう言ってこう言ってこうでしょ、でこれ開けちゃうか一旦。いやー待ってよ、これ、いやー待ってよ、これをこう言ってダメじゃん、全然ダメじゃん。ちょっと待てよ、ちょっとこれいけるか、こうこうこうでしょ、でこう、あい、いったんじゃない、こう、はいこうこうの、あーいけました。やっぱ人情なんですよ、ウォーターソートは人情です。人情論です。人情論でクリアできます。人情としてはこういきたい。これが人情ってもんや。これが人情ってもん。人情としては、ま、こうでしょ？人情で言うならこうよね。人情で言うならこう。人情で言うならまずこう。まずこう。これが人情ってもんですよ。で、こういくでしょ？こういくでしょ？人情ではね。で、こういくでしょ？これが人情ですよ。人情論、人情論です。で、人情ではこう、人情ではこう、人情では、人情ではこう、人情で言うとこう、人情で言うとこう、で、人情で言うとこう、あ、人情論ですよ。ウォーターソートって人情で解けます。ウォーターソートは人情で解けます。行こうか。さあ、これで人情で言うと、人情で言うとね、人情で言うとこうなのよね。人情で言うとこう。人情だとほんとこうなんのよ。まずこういくのが人情でしょ、でこうかな、でこうでしょ、で人情的にはこうよね、やっぱね。でここは理屈よね、ここは理屈でこうなっちゃう。で人情で言うとこういきたいけど、もしかするとこうかもしれない。これは難しいな。ここは難しい。でも人情論でいこう。人情論で、人情ならこう。人情で攻めよう。人情で攻め落とします。人情で攻め落とします。こうでしょう。で、こうよね。で、こうか。こういった、あーダメか。人情、あ、ダメか。人情じゃダメか。ここか。ここで人情ではこう行きたいけど、理論で言うとこう、理論値で言うとこうなる、理論で言うとこうなりますね。人情論と理論を人情論に何人情論と理論を合わせ持ってクリアするのがウォーターソートです。皆さん、人情だけでは勝てません。こうでしょ、あ違う、こうでしょ、人情だけではダメなんですよ。世の中は渡っていけないんです、人情だけじゃ。理論も必要なんですよ。必要な理論もある、必要な理論もある。人情と理論、人情と理論です。はいこうです、はいこうです、こうなります。人情と理論を掛け合わせるとこうなります。クリアできます。はい、じゃあこれは人情で言うとないね。まあ、人情で言うとこうかな。人情論だとこう。人情論だとこう。人情論だとこうなのよ。まずね。人情で言うとね。こうでしょ？
で黄色の、あダメだダメだ、人情ダメだ、通じねえ、人情が通じないアイテムもいます、中にはね。ただ基本的には、でもこういってこういって人情でしょ、でこういったでしょ、これをこういくんですよね。これが理論です、これが理論です。人情が通じないなら理論に逃げます。そういうこと、そういうことよ。ウォーターソートはそういうことよ。でこうでしょ、理論で言うとこうでしょ、理論的にはまあこうなんですよね。あ、ちょっと待ってよ、理論的にはこうもいけるね。あれ、あー、え、あ、ん、あれ、あ、ちょっと、え、あ、こうか、あ、こう、理論的にはこういけますね。でこうですね、理論で言うとこうですね。で理論的にはこうかこう一緒やん。ダメでした、ダメでした。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、手強いな。ちょっとこれを最後の問題にするか、ちょっと手強いな。人情だけでは、人情的にはこうもあるんですよね。こう、あ、ダメだ。そう、人情じゃ通じない場合はあります。そういう場合は理論です。理論で言うと、まあ、こうかな。これが理論です。で、理論的に言うと、同じ色を合わせるっていう理論が成立するので、ダメだ、え、ダメだ、あれ、ダメだ、あれ、ダメだ、ちょっと待ってよ、やっぱ人情か、人情、やっぱ人情か、人情から攻めるか、あー、うーん、いや、ちょっと人情も理論も通じないですね。人情も理論も通じない。そういう時はどうしたらいいか。そういう時は、心情ですね。心情、心情采配ですね。心情です。心情采配で言うと、心情で言うと、日ハムなので、日ハムで言うとやっぱこうなんですよね。わかります？わかりません。私はわかりません。ダメでした。はい、ダメでした。どうしようか。いや、でもやっぱ人情かな。人情から行きたいな。最初は人情から行きたい。最初人情から行って、人ってこうだ、こうなんですよね。これが理論です。これが理論なんです。で、理論で言うとこう。あれ、これやったっけ？これさっきやったっけ？で、あー、なるほどね。あー、なるほどね。あー、なるほど、あー、なるほどね。ちょっと待ってよ。こう、あ、こうね。こう、これもあるね。理論で言うとこうもあるね。こうもあります。これもあります。で、こういくでしょ？で、こういくでしょ？で、こういくでしょ？さっきやったな。さっきやったな。これは違うね。この理論ではね、こう、やっぱこうかな。こういって、こういって、こういって、黄色はね、この一番上のこの薄い黄色は、人情としては、早く解放してあげたい。息苦しそうなのよ。けど、そういかないから、これも無理だね。これ、こうか。来た。人情で言うと、黄色を解放、早く解放してあげる。こうです。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。じゃあ、こうか。あ、ちょっと待って、こう。いけんじゃん。
え、な、え、なに、いけんじゃん。いけんじゃん。こうじゃん。こう、こう、こうし、あ、違う。ごめんごめん。こう、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 こう。で、こっからの理論は大事よ。こっからの理論は大事よ。これ一旦逃がすか。黄色を早く助けてあげるっていう人情ね。ここで人情が生きてくる。こうです。で、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 こう行って、こう行って、ね。ね。ね。クリアできるんですよ。人情。はい。というわけで、ちょっとまあ苦手なんですけども、なんか好きなウォーターソートをやってみました。これ、でもやっていくと、どうなのかな、ウォーターソート脳が。鍛えられるのかな、でも人情論なんですよね。結局ね、結局人情論。人情論に理論を合わせる。これがウォーターソートですね。のコツ。なわけはないよね。終わります。ありがとうございました。